瀬戸口駅は、愛知県瀬戸市東赤江町2丁目にある、愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は20。朝夕の名古屋駅直通列車や早朝深夜の線内、列車、臨時列車など、この駅を始発あるいは終着とする列車が、比較的多い。塗り替え前の駅舎公開駅であり、重量編成に、対応した島式ホーム1面2線を持つ。 駅の南方には、愛知万博の輸送に対応するために建設された重量対応の引上げ線があり、一部の列車がここに入る。当駅では、車両の夜間大泊も行われる。なお、朝ラッシュ時に当駅を始発とする名古屋駅普通列車は重量編成で、運行している。その際は、JR の車両が使用される。建設当初は2面4線の島式ホームが設置できる。 用地が確保されたが、列車の設定本数が少なく対比の必要性が薄れたことから一面に千分は集合住宅の建設用地として転用された。終日有人駅であり、自動改札機やバリアフリー対応型の自動券売機が導入されている。国鉄時代は瀬戸口貨物基地の建設が計画されており、用地も取得されたが、計画中止となった。用地は、 愛知県土地開発公社に売却され、愛知環状鉄道線の建設費に充てられた。瀬戸市の統計によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。駅周辺は住宅地である。駅前にはロータリーがあり、愛知県道22号瀬戸環状線とつながっている。瀬戸市、コミュニティバス、瀬戸口駅、瀬戸口駅北口名鉄バス。 瀬戸口町愛知環状鉄道愛知環状鉄道線、山口駅、瀬戸口駅瀬戸市駅 ABC、愛知環状鉄道の30年年表、愛知環状鉄道株式会社、2019年、とか乗車券のサービス開始日について、愛知環状鉄道、オリジナルの2019年6月2日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 6 0 2 0 7 2 3 2 8 h t t p w w w a i k a n r a i l w a y c o j p p d x p r e e s r e l e s e 3 0 1 2 8 pdf2020 年11月8日閲覧。ab 愛知環状鉄道の30年61ページ、愛知環状鉄道株式会社、2019年、ab 岡田線、瀬戸線工事士131から132ページ、日本鉄道建設公団名古屋支社、1988年。ありがとうございます。